前哨戦は戦争において大規模な海戦に先立ち両軍の前哨部隊同士の間で行われる小規模な戦闘のこと。展示でスポーツ等の大会で大きなレースに出場する個人や団体を決定する競争もしくは大会のことを指す英語のトライアルの訳語としても使われる。プロレスではタイトルマッチの前にタイトルマッチで対戦する選手を 交えて地方工業で行われるタッグマッチ、6人タッグマッチの試合がこう呼ばれる。この前哨戦で団体のエースがピンホールを奪われたり、挑戦者の新必殺技が公開されたりしてタイトルマッチへの興味を盛り上げるのがよく使われる手法である。また、挑戦者が特に決まっていない場合でもピンホールを奪われた王者が その相手を次の挑戦者に指名するというのもしばしば見られる。プロボクシングではタイトルマッチを視野に入れた選手が出場するノンタイトル戦がこう呼ばれ、特に世界タイトルマッチの場合はプロモーターやマスコミが世界前哨戦と名打ち、興行のメインイベントとして組まれることが多い。対戦相手は王者とスタイルが似たランカーになることが多い。この前哨戦の結果が タイトル挑戦権の判断材料となり、勝利を挙げれば、ランキングや実績で有利に働くため、特にノックアウトなど内容ある勝利を挙げて、王者やタイトル認定組織にアピールすることを目的として行われる。ただし、敗戦や勝利でも内容が伴わなかったり、タイトルマッチの実現が不調に終わった場合は、前哨戦が複数回続いたり、 最悪の場合タイトルマッチが消滅することもある。一方、ランキング上位者同士で試合を組み、勝者を次の指名挑戦者に認定する場合もある。ありがとうございます。